外ボールがうまく連動しているような前半でしたよね。明治安田 J1 リーグ、サガン鳥栖対東京ヴェルディ、前半互いにノースコアのまま後半を迎えます。明治安田 J1 リーグ、この時間はサガン鳥栖対東京ヴェルディ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはエスタディオデルマルタンガルで行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。この序盤はやはり大事になってきますよね、はい、様子を見るのか積極的に仕掛けるのか、お互いどんなプランを考えているのか注目したいですよね。なるほど。まずはこのゲームの立ち上がりです。山崎、このボール危険です。仕掛けるか、ここで収まる。さあどうだ、シュート、素晴らしいグランダー製のシュート。いや、低く抑えたグランダーのシュートでしたけどもね、状態のかぶせが非常に効いてましたよね。ですから吹かさずに打てるんですよね。山崎、トスは前半未だシュートがありません。手塚へ。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら誰でしょう、教えてください。そうですね、パク・イルギュですね。彼の特徴はやっぱりあの守備範囲の広さですよね。スイーパーキーパーと言ってもいいぐらいの範囲をカバーしていますからね。それだけ足元の技術が高いということですし、1対1のシーンも止められるという自信があるんですよね。このゲームでもビッグセーブに期待ですよね。はい、今日はどんなプレーを私たちに見せてくれるのか楽しみですね。手塚、丸橋、